杉山本は、大日本帝国陸軍軍人、元水陸軍大将、福岡県出身、陸軍士官学校卒業、陸軍大学校卒業、陸軍大臣、教育総監、太平洋戦争開戦時の参謀総長、陸軍大臣、参謀総長、教育総監の陸軍参長官をすべて経験し、元水にまでなったのは二人しかいない。杉山本は、 上海にいる福岡県小倉市に杉山忠氏の子として生まれる。豊津中学を経て陸軍士官学校12期卒後、日露戦争に従軍。杉山は第十二師団霊下の不評を第十四連隊第三、大隊副官として出生、1904年10月8日佐賀海戦の一部として行われた本慶湖付近の戦闘で顔面を負傷した。その証拠は、 後まで残り、さらに右目が大きく開かなくなるという後遺症をもたらし、杉山の風貌に特徴を与えることとなった。陸軍大学校卒業22期卒後、参謀本部第2部勤務。1912年に海軍軍令部員と共に、商社マンに奮してフィリピンマニラに潜入、重報活動を行った。日本海軍の練習艦隊がマニラを訪れた際には、 海軍将尉になりすまして、米海軍の軍港を視察している。1915年に、インド駐在部官任命。この時の縁で、インド独立運動家のラスビハリボース、スバス・チャンドラボースの日本招致や太平洋、戦争中の隊員工作に関与している。1918年には、中東戦線を視察し、エドムンド・アレンビー将軍率いる英軍の戦いぶりに、 衝撃を受けたと言われる。その後、国際連盟空軍代表随員、1918年に陸軍飛行第二大隊長、1922年に初代陸軍省軍務局航空課長となり、陸軍航空隊育ての親と称される。1924年から陸軍大臣を務めた宇垣一世に徴用され、1928年には陸軍省軍務局長に就任。 1931年には宇垣を主犯とする軍事政権受立を図る3月事件に、小磯国秋、二宮春茂らと共に関与した。同年9月の満州事変勃発時には、陸軍次官として、政党防衛声明を発表している。同年11月、荒木貞夫が陸将となり、いわゆる行動派が陸軍内の実権を握ると、宇垣側近と見られた杉山は次官を更迭され、 1932年2月に、久留米第十二師団長に、親保される。その後は、行動派、統制派の構想が続くが、荒木の辞任、正木神三郎の教育相関鋼鉄を契機に、行動派は勢いを失う。杉山は、陸軍航空本部長を経て1934年8月には、参謀寺長県陸軍大学校校長に就任、勝負中央に復帰した。 1936年の2.26事件では、青年将校らの要求を拒否し、反乱鎮圧を指揮した。事件後には、教育総監、同年に、陸軍大将となり、梅津義次郎、東条秀樹ら統制派中枢に担がれる形で、陸軍の重鎮への道を歩む。1937年、林千十郎内閣下の陸軍大臣に就任。林が退陣すると、 後継候補の一人として杉山が取り沙汰されたが、元老、西園寺金持ちはこの絵を押した。第一次、この絵内閣でも、陸上留任。六甲橋事件では、強行論を主張し、拡大派を指示。1938年辞任。軍事参議官となり、同年12月北品方面軍司令官と、成山日商攻撃を指揮。1939年。 ギャスクニ神社臨時大祭委員長。1940年から1944年まで参謀総長に就任し、太平洋戦争改戦の立案、指導にあたる。1943年元祭。1944年2月のトラック島空襲を、起とした、東条秀樹首相権力省の参謀総長兼任の際には、 山田乙三教育総監と共に統水権独立を盾として抵抗するが、昭和天皇と木戸孝一内大臣に対する宮中工作を済ませた、東条に屈して辞任。しかし、同年7月、裁判疾患によって、当格運動が勢いを増すと、東条は参謀総長を梅津義次郎に譲り内閣の延命を図る。杉山も山田に代わり教育総監に回るが、 結局登場は失脚。小磯国秋に、祖閣の大名が降下すると、小磯の陸軍への成長を抑えようとする梅面、陸軍中枢の意向を受け、陸軍大臣に再任される。1945年4月、鈴木貫太郎内閣が成立すると、阿南コレチカに陸将を譲り、本土決戦に備えて設立された第一総軍、司令官となったが、 敗戦後の9月12日に司令部にて、拳銃自決。去年66。杉山は、六甲橋事件時の陸将、太平洋戦争会戦時の参謀総長であり、敗戦責任について痛感することが大きく、8月15日の段階で、お詫びごと上書と題する遺書をしたためていた。そして、この遺書は自決後の9月13日、昭和天皇の条文に達した。 全文は以下の通りである。お詫びごと上書終戦後、9月に入ってから司令官室でピストル自決したが、この際にも彼らしいエピソードを残した。彼は終戦後もすぐに自決せず、終戦直後に療養先から自宅に戻ってきた妻に自決すべきと迫られたとされる。すでにお詫びごと上書は終戦の日に書き上げて自決の覚悟もしていたようだが、 これを妻に明かしたのは23日になってからであった。終戦処理を終えた後、9月12日朝、部下から拳銃を受け取った後自室に入った。彼は、しばらくして、突然ドアを開き緊張して、ドアの外で待っていた第53軍高級参謀、田中忠勝大佐に、おい、弾が出ないよととぼけていったという。田中大佐が安全装置を外してやるとそのまま部屋に、再び入り、 胸を四発拳銃で撃ち抜き商用と自決したという。この自決の方を自宅で聞いた夫人は、息を引き取ったのは間違いありませんかと確認した後、清掃に着替え仏前で、生酸カリを飲み、担当で胸を突き刺し自決して、夫の後を追った。二人が再会したのは、旗ヶ谷葬儀場であったという。杉山の副官だった、小林塩寺中佐と三謀だった。 田中忠勝大佐の戦後の回想によれば、杉山は敗戦直後に自決を決意し、お詫びごと上昇という遺書も用意していたが、終戦の混乱処理と第一総軍福音処理のため、伸び伸びとなっていた。杉山夫人は、自らも国防婦人会の役員であったことから自決を決意し、疎開先から東京に戻ってきていた。12日の朝、 田中三宝は杉山に呼び出され、自分は本日自決するが、家内も同時に家で自決することになっている。しかし、若い娘のために家内には生き残ってもらいたいので、小林副官とも相談して何とか家内の自決を思いとどまらせてほしい。自分はその本意を聞いてから自決すると言われ、田中三宝は小林副官と相談の上、 杉山夫妻と家族ぐるみの信仰があった小林副官が車を飛ばして杉山邸に駆けつけ杉山夫人の本意を促したが夫人の意思は固く小林副官は杉山に本意させることが失敗したことしかし敬挙はしないと思う胸の報告せざるを得なかったその後杉山は自決したが結局夫人も後を追うことになった参謀総長時代に 会議の内容などを記したメモランダムの写しが、戦後、杉山メモとして交換され、当時の軍、政府上層部の動向を知る貴重な資料となっている。杉山元杉山元昭和天皇実録観光前は、この絵の手記、最後の御前会議などにより知られていた。杉山メモでは大臣として、小介席はすぐ参ると申したがそうなっていないようだが、 と、加盟されたとのみ記載されている。あの戦争は、何だったのか、日米海戦と、東条秀樹において、同じ体系の平野忠彦が演じている。ありがとうございます。